はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今夜のパート3でございます。3っていうことは4もあるんだよ。今日はね、頑張って喋りますが、まあでも皆さんのこの、まあ、投稿といいますかね、コメント欄にいろんなコメントメッセージを頂戴するとそれをお読みするのがとても楽しくて、なんか昔と深夜ラジオ風にねやり取りができるっていうのは僕はとっても好きなんで、もともとこのラジオ人間だったんでね、楽しませてもらっています。ありがとうございます。で今日はねちょっと喋りにくいのよ。その心は何かというと、左の上の奥歯に僕ブリッジかけてもらってるのね。でそれが外れちゃったのよ。で 今くっつけてはいるんだけども、ちょっと違和感がある。喋りにくいのよ。このアナウンサーの口の中というのはね、本当にこのデリケートなんでね、ちょっとした違いで、なんか喋り方っていうかね、発音が変わってくるんでとっても難しいんだ。で、まあ、金曜日に行って直してもらうんだけども、それまではちょっと喋りにくい、という状況で今喋っております。おそらく皆さんには分からないと思うんですけどもね、自分の中ではすごく違和感があるの。さて、昨日はですね、ベストゲーム、皆様が選ぶベストゲームで4月の22日のライオンズ戦、3点ビハインドの9回に一挙4点取って逆転サヨナラまで持っていったゲーム、 T 岡田選手の満塁からの走者一掃の同点のタイムリースリーベース、さらにはその後ランナー3塁において杉本選手が三遊間をしぶとく割っていってのサヨナラ勝ちというゲームを振り返ったんですが、まあ、そこに向けてのコメントをご紹介してまいります。広瀬さんはね、ギャレットも平も良かったので敗戦の匂いがプンプンでしたね。そう、あの時はだから増田投手がクローザーで平はまだ8回だったのね。で7回はギャレットという感じで、そういう7、8、9のこの勝ちパターンの系統はライオンズを取っておりました。で、あのゲームで増田投手もファームの方に行ってしまうんだけども、まあ今シーズンクローザーでスタートした漆原投手が、オリックスの方ね、敗戦処理に出てきたりしてクローザーは難しいと改めて思ったゲームでもありましたというね。本当そうだね、クローザーって難しいんだよ。同じアウト3つでも7回8回と9回では違うんだね。これ不思議だね。冷やごはんさんです。ありがとうございます。皆さんの投稿を読むだけで満足するつもりだったんですが、お前さんの実況風の回想に熱意湧き上がって投稿いたします。でこの冷やごはんさんはベストゲームは5月15日のホットモットで迎えた試合ということで、これ楽天戦だよね。これもまた後日やりますからね。この試合を挙げてくださった方っていうのはね結構いるんだ。はい、ありがとうございます。それからね、ドリームスカムトゥルーさん、いつもありがとうございます。最近はもう常連さんですね。あの試合4月22日のサヨナラゲームを見て、今年のオリックスは去年とは違うと感じさせてくれた試合でした。長男がスコアボードの9回の裏のあのバツマークを見るだけでご飯3杯は食べられるなんて言ったことを思い出しましたというね。まあね、あのバツマークは気持ちいいね。まあでもつけられた方はたまったもんじゃないと思いますけどもね。それから、コイコツエイトさん、じゃあヨイコツエイトさん、ヨイコツ8さんかな、ヨイコツさんね。模擬実況ありがとうございました。私のベストゲームは5月の15日楽天戦です。なるほどね、これちょっとやりますね。後日ね、はい。それからですね、つづれおりさん、最近この方も常連さんでございます。いつもありがとうございます。その試合すごく覚えています。というのも家でテレビで観戦していたんですが、一緒に見ていたうちの夫は大のライオンズファンなのでなるほど、フィルダースチョイスあたりから非常に険悪なムードだったため、さよならの瞬間は爆発させたい喜びを抑えるのに必死でしたということで、ね、なるほどね、難しいね。今大前さんの実況を聞いて鳥肌立ちましたって、そう、ありがとうございます。あの日封印していた喜びを今ちゃんと味わうことができました。ありがとうございます。よかった、それはもう何よりでございます。それから、これはね、キレノアさんと読みするんでしょうか。いらっしゃいませ。大前さんの実況を織り交ぜた振り返り、まるで講談を聞いているような気分になりました。そう、山内さんもそういうふうに言ってくれたな。結末を知っていてもハラハラできて楽しいですということ。これ楽しいでしょ。
なんか単にこうランキングつけるよりもこうやってお前がしゃべるというところでの、まあ、特徴を生かすために、まあ、実況を取り入れてるんですが、いいよね。あの頃の、まあ、取材したものも覚えながら思い出しながらということなんですけども、で特にホームゲームでの勝ちゲームっていうのは結構詳しい談話を僕は、このカズチューブで、拾っておりますので、もしよければこのカズチューブの4月の22日のバージョンを聞いてみてください。その時の状況がまたよくわかるというそういう聞き方もあるんだなということでございますね。ありがとうございます。アツさんは大前さんのおっしゃる通り4月のゲームはまだそこまで熱は入っていなかったので意外と忘れているものですということで、そうなんだよ、4月もだからねちょっと先前になってるんで印象薄れてるっていうのはありますよね。ということで、あとねビーズニューコンさん、いらっしゃいませ、フリーダースチョイスは一時アウトと宣告された、そうだったんだよね。そのアウトの宣告が実はこれねポイントにもなってるんだ、後ほどゆっくりご紹介しますが、リクエスト覆って一気に流れが来ましたね、いずれにせよ小田選手の走塁は本当に素晴らしかったですということで、まあ、確かにセカンドフォースアウトっていう判定が1回あったんだよね。でそれで二塁手はファーストに送球しなかったんだよね。で時おそらく二塁はセーフでも一塁に投げていたらジョーンズは昨日も申し上げましたようにそんなに走ってなかった、一塁はおそらくそう投げていたら転送されていたらアウトなんですよ。でそれをね送球さんが触れてくれてて、まあ、リクエスト制度の恐ろしさを覚えたゲームでした。さすがにツーアウトなので審判のアウトコールを聞くとファーストには投げないですよね、投げてれば間に合っていたと思いますが、それよりもやっぱりファーストに投げるべきでしたねということです。そうでね、これリクエスト制度が、リクエストあるいはこのコリジョンルールができた時に、ちょうどキャンプの時にね解説の、元メジャーリーガー元阪神タイガースエースの薮啓一さんが、おっしゃった放送の中で、大前さんこういう制度ができた時にはね4つ目のアウトというのを意識しないといけないとおっしゃったの、その言葉を思い出しました。つまり時は佐藤龍生にとってセカンド良くてフォースアウトを狙ったところがタイミングが際どくて一旦判定はアウトのタイミングで、アウトの判定で、まあこれで3アウトゲーム試合終了というところだったんだけども、まあ、そこでもうアウトの判定だったんで二塁手は一塁に転送しなかったね。まあ普通そうだよね。だけどもリクエスト制度があるということで際どいタイミングはそれが覆る、判定が覆る可能性があるんで次の4つ目のアウトも保険で取っておく必要がある、これが難しいということを薮啓一は数年前に言っていた、その言葉を僕は思い出しました。すごい薮さん、おっしゃる通りですね。だからあれを4つ目のアウトっていうのを意識していれば、あそこで満足せずに一塁に投げてその4つ目の保険のアウトを取っていれば試合が終わっていたんだね。そうでしょう。でまたそれは守る方もそうなんだけど、まあ、実際問題走る方としても一旦アウトのタイミング、判定があっても一塁に放られる可能性もあるんで、そこが覆れば一塁アウトになったらダメなんで一生懸命走っておく必要もある。だから、守る方は4つ目のアウトを意識する必要があるし、攻める方は4つ目のアウトを取られないという意識が必要になってくるね。そういったものをなんか教訓として教えてもらったゲームでもありました。さて、今日のベストゲームは10月25日月曜日に行われました楽天対オリックスアット仙台楽天生命パークのゲームを振り返っていきたいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。あの試合ですよ、あの試合ね。